宮本武史君。委員長。宮本君。日本共産党の宮本武史です。まず法案について聞きます。本法案は2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約、略称シップリサイクル条約の国内法整備の法案であります。船舶を リサイクルのために解体する際に海洋汚濁などから環境保護し労働者の安全確保を図ることは当然であり、我が党は条約承認にも賛成をいたしました。しかし船舶の売買、解体、資源のリサイクル市場への売買、再資源化というサイクルの中で利潤のみを追求すれば、おのずとコストが安く再資源化市場の活発な開発途上国へ売占することにならざるを得ないと思うんです。そこで大臣にお伺いいたしますけれども、船舶の海外での解体は公害の輸出に該当する、こういう意見もあると思うんですが、それについての大臣のご所見をお伺いしたいと思います。石井大臣。途上国の劣悪な施設での船舶の解体は公害の輸出に該当するのではないかとの指摘が、国際 NGO 等からなされていることは承知をしております。そのような指摘が出ていることも踏まえまして、我が国の海運業者は解体にあたりましては、インド、中国等主たる解体国のうち、シップリサイクル条約で求められております環境汚染防止対策、労働災害対策が自主的に取られている施設を選ぶように取り組みを強化をしていると承知をしております。今回ご審議いただいております本法律案及びシップリサイクル条約では、海外であっても適切に管理された施設でのみ船舶の解体を承認する仕組みとなっておりますので、この仕組みを強力に推進することによりまして、船舶の解体による途上国等での環境汚染の防止及び労働災害の減少に努め、労働災害の減少に寄与するものと考えております。委員長。宮本君。外務委員会の質疑でも我が党の国対委員は、そういう開発途上国で危険な作業をやらせるやり方について自主規制するくらいのことを指導するのは当たり前だと指摘をいたしました。その上で、この条約に加わる以上国内法の整備は当然であり、我が党も賛成をいたします。さて、残された時間を使って、この間私が一貫して聞いてきた森友学園への国有地売却問題に関わる国土交通省の対応についてただしたいと思います。先ほど大臣はこの間の私たちの調査要求に対して依然として調査中だということを弁をされました。今朝、麻生財務大臣は森友文書の廃棄を謝罪し、佐川氏らを処分する考えを示したと報じられております。今日は理財局次長に来ていただいておりますが、これは事実でございましょうか。富山次長。お答え申し上げます。私ちょっと今ご指摘になった点については別の業務をやっておりましたので確認が取れておりません。申し訳ございません。委員長。宮本君。今朝のことですので通告が間に合ってなかったようでありますが、報道で確かに今朝麻生大臣は謝罪をされたというふうにお伺いいたしました。4月の4日前回私が大臣とこの問題を議論したときに、大臣は私に財務省において調査が進められているので、財務省の調査の状況も見極めながら丁寧に調査を進めると答弁をされました。そしてその財務省は3000ページに及ぶ決裁文書の原本、945ページに及ぶ交渉記録、合計4000ページを超える資料を国会に提出をいたしました。これを受けてですね、当然国土交通省もですね、間もなく調査結果を出すということで、大臣よろしいですか。海老名局長。お答え申し上げます。決裁文書の改ざんの依頼したということにつきましては、今現在職員への聞き取りなどを行っておるところでございます。大阪地検による捜査が進められている中で、財務省において引き続き調査が進められているところでございますので、
正確性を期すためにも財務省で行われております調査の状況も見極めながら丁寧に進める必要があると考えておりますけれども、できるだけ早期に確認を進めて回りたいと思っております。宮本君。報道ではですね、その改ざんの依頼があったということと合わせて、工事業者がですね、虚偽の埋設物に、地下埋設物についての計算に関わって虚偽の報告をさせられたと語っているという報道、それから、一度航空局が出した見積もりについて近畿財務局がさらに額を増額するように要請したと、こういう報道それぞれあったわけでありまして、それぞれ調査を要求していると思いますが、いかがですか。海老名局長。お答え申し上げます。今ご指摘がございました近畿財務局が見積もりを8億円ほどとするように持ちかけたとの点などにつきましては、大臣からのご指示に基づきまして調査を進めているところでございます。現在大臣官房立ち会いのもとで本省航空局におきまして、当時本件見積もり作業に関わったと考えられております大阪航空局の職員を中心に聞き取りなどを行っているところでございますけれども、本件見積もりにつきましては2年以上前の事案でございまして、すでに本件の担当を離れ別の部局で業務に当たっている者もいるなどいる中で、当時の大阪航空局の職員一人一人の記憶を繰り返し丁寧にたどっていかなければならないようなこともございまして、現時点におきまして調査結果をお示しするに至っていないところでございます。いずれにいたしましても、委員のご指摘も踏まえまして、可能な限り早期に調査結果をお示しできるよう作業を進めてまいりたいと考えております。宮本君。前のことだとおっしゃるんだ。財務省と国土交通省で時期が違うわけがなくて、まさに財務省が今回これだけのものを出したのも同じ時期のものを同じように調査をして出しているわけですね。いずれにしても財務省からはこの度945ページに上るこの交渉記録が提出されました。そしてこの交渉記録を見ると、私が4月4日に指摘したとおり、交渉や契約の折々に大阪航空局が近畿財務局と一緒に協議してきた事実がはっきりと示されております。今日はその交渉記録のうち2つのものを配布資料としてお配りをいたしました。1つは平成28年3月30日午前11時から13日まで大阪航空局の保証課長と課長補佐が近畿財務局の2人の職員とともに森友学園を訪問して行われた交渉についての応接記録であります。実はこの会合はこの前日に大阪航空局の職員4名と近畿財務局の職員2名が森友学園の当時の顧問弁護士の弁護士事務所を訪問し、打ち合わせを行った上で持たれた会合であります。これ理財局間違いないですね。富山次長。お答えをいたします。3月30日の前日、平成28年3月29日に今ご指摘のような会合が持たれたのは交渉記録の上では確認ができております。宮本君。この前日3月29日の応接記録を見ますと、弁護士はまずこう切り出しております。本件を収束させる方法として国側において廃棄物埋設の実態やさまざまな事情を勘案した売払価格を出していただき、学園が土地を買い取ることにより問題解決を行いたいと考えている。その場合今後の損害賠償請求は行わないという整理をしたい。本件は複雑な問題が多すぎて状況を打開するにはこれしかないと考えるところ、副園長は事業を中止して損害賠償請求に打って出たいようである。その場合学校用地として借り受けている用地が現状のままでは学校用地で使えないことに対する債務不履行の責任など訴訟を提起する切り口はたくさんあるが、事業中止、損害賠償請求に進むと学園も国も相当の負担が生じるし泥沼になると考えている。理事長は事業を進めたい意向を持っており、私の提案について理解を示しているため、土地を買い受けることで事業を中止することなく問題解決を図りたいと考えている。当然国が提示する金額次第では合意できずに訴訟にならざるを得ないが、私はできる限り土地の買い取りでこの問題解決に向けて理事長、副園長を説得しようと考えている。その後いくらかのやり取りがありますけれども、最後は近畿財務局と大阪航空局が揃ってよろしくお願いすると弁護士の提案に乗っております。
理財局、これも間違いないですね。富山次長。お答えをいたします。今委員がご指摘のなった通りでございます。委員長。宮本君。こういうシナリオを作った上での3月30日の訪問でありました。資料1を見ていただきたい。弁護士が本当の理屈は国が今すぐトラックを出して処理できれば問題のないことであるが、それが難しいということですねと水を向けると、航空局は困難であると。では学園が撤去するとして所要額をすぐに支払っていただけるのかと聞くと、航空局は予算が確保できていないため今回の有益費の支払いと同様に次の年度の予算となる可能性があると答えております。そうすると弁護士が一番下の箇所、それは国の都合であり全く理由にならない、実際にもう撤去を始めなければ開港できない状況、予算がない、いつ支払えるかわからないということであれば、これを解決するための最も合理的な方法は売却価格から減額することである。それができないのであれば学園側で撤去した上で損害賠償請求とならざるを得ないと述べ、資料2に行きますけれども、籠池氏が6月の胸上げ式には首相夫人を招待するスケジュールを組んでいる、やらざるを得ない、これができなければ私は切腹する覚悟とまで述べてですね、そして弁護士は損害賠償請求となれば私は利息も含めて請求するつもりだと畳みかけます。そこで文書を見ていただきたい。財務局が航空局に対して認識されたいこう言います。すると航空局は状況は認識したと出てまいります。これは航空局長に聞きますけれども、これは訴訟を避けるためには売却価格から減額する、すなわち大幅値引きをして売り払う以外にないということを認識したということでありますね。航空局長。海老名局長。答え申し上げます。3月30日に近畿財務局から見積もりの依頼が明けたことを受けた依頼があったことを受けまして、近畿財務局と協議調整をしながら見積もり作業を行っております。委員ご指摘の応接記録におきましては、区域掘削工事の過程で出てきたごみへの対応をめぐりまして、相手方が損害賠償について言及するなど厳しいやり取りがなされているということは事実でございますが、見積もりは既存の調査あるいは職員などの現地確認など当時の検証可能な材料を根拠に行っているというものでございます。いずれにいたしましても現在さまざまな調査を進めているところでもございますので、そうしたことの結果をお示しした上で丁寧にご説明していきたいというふうに思っております。委員長。宮本君。その後を見ていただきたい。財務局、中黒航空局、まさに両者一体でここで国が何もしないとして立ち止まるわけにはいかないと考えている。解決策がある限りは検討したい、打ち合わせをお願いするということで4月5日の現地打ち合わせが決まっております。そして資料3、最後の結論、これまた財務局、中黒航空局両者一体で今考えられる唯一の解決策であることは認識しているため、財務局と航空局で協議して検討を進めたいとなっています。航空局に聞きますけれども、8億2000万円の大幅値引きとそのついつま合わせのためのゴミの積算はこうして財務局と航空局一体で進めてきたことではないですか。海老名局長。お答え申し上げます。先ほどご答弁申し上げましたように、3月30日に近畿財務局からの見積もりの依頼を受けて、近畿財務局と協議調整をしながら見積もり作業というのは行ってきております。で、今の4月5日の応接記録を見てみますと、3月30日だよ、はい、今は3月30日だよ、3月30日はそういう協議、調整をしながら見積もりを行ってきておりまして、先ほど申しましたように、区域掘削工事の過程で出てきたごみへの対応をめぐりまして、7日の対応をしなければいけないということを、認識しておりまして、そのために、さまざまな資料を提供を受けて、
既存の調査や職員の現地確認なども経て、検証可能な材料にを根拠にして見積もりを行っていたということでございます。宮本君。じゃあどういうことをやったかと、まさに先ほど出てきた4月5日の現地打ち合わせ、その次の資料はその4月5日現地打ち合わせの面接記録であります。私の示した音声データでも、工事業者は盛んに我々の方から3メートルより深いところから新たなゴミが出てきたといった覚えはないと抵抗しておりましたけれども、この文書でもそれが伺えます。資料5の中ほど、工事業者がグランド側においても深度3メートル程度からゴミ等が含まれている層は確認されている、ただその層がどこまでかは確認できていないし、写真資料など残していない、改めて掘削するしかないが、掘削しても廃棄物層の範囲深さの推定は困難なもの、国が求めている廃棄物の推定埋設量の算出は難しいので国で判断していただけないか、掘削自体は行って国に確認いただける状況は用意すると述べ、航空局がどの深さまで掘削できるか、9メートルまでは可能かと聞くと、それほど深くは無理、3メートル程度が限度と答えております。航空局に聞きますけれども、国が求めている廃棄物の推定埋設量の算出、これは一体何のことなんですか。海老名局長。お答えを申し上げたいと思います。記載内容の詳細は近畿財務局の作成でございますので、詳細をご説明することはちょっと難しい部分もありますので、その点はご理解いただきたいと思いますが、その上で申し上げますと、この当該文書も示しながら当時の状況について職員にも確認をいたしておりますけれども、大阪航空局といたしましては3月30日に見積もりの依頼を受けて以降、ご指摘の4月5日の応接記録に添付されております。今日は添付がされておりませんけれども、この4月5日の添付文書には、提供を依頼する書類という一覧がございまして、当時地下埋設物の数量の見積もりをするためにどんな資料を提供していただきたいかというリストがついておりまして、そういうことの、このお願いをしているという状況でございまして、地下埋設物の、数量の見積もりのための資料というものを、この打ち合わせの際に出していただきたいということをお願いをしているという記録だというふうに理解をしております。宮本君。資料6を見ていただきたい。項目を確認させていただきたい内容についてというところが出てまいります。弁護士が一般論を述べた上で、口頭で構わないかと尋ね、航空局は口頭による回答で構わないと答えております。これは理財局に聞きますけれども、この項目をというのはまさにこの面接記録に添付された、先ほど航空局が答弁した提供を依頼する書類の中に出てくるわけでありますけれども、2項目書いてありますけれども、このおというものはどういうものでありますか。富山次長。お答えいたします。提供を依頼する書類という表題のリストの中にはあ、い、う、え、おと5項目ございます。で、このおで確認させていただきたい内容とございまして、2つ内容がございます。1つは、食い打ちに伴い発生した廃棄物混在土壌はどの範囲に存在していたと推測されますか、また場外搬出する概算土量はどの程度ですか、もう1点が、グラウンド側に存在する黒い土の層は地表からどのあたりに存在していると推測されますか、かっこ範囲深度というものでございます。宮本君。まさにこれが口頭なのは、これこそ私が示した音声データで口裏合わせを行った項目だからだと思うんですね。それでそもそも航空局はこの間ですね、この見積もりは決してゴミの量を見積もったものではなくですね、どれだけ価格を下げておくべきかということを地下埋設物の撤去処理費用という形で見積もったと、こう答弁されております、佐藤航空局長が。これはつまり、ゴミの量の形を取りながら、どれだけ価格を下げておくべきかを見積もったと、航空局長、そういうことでいいですね。海老名局長。3月30日にご依頼を受けまして、
4月8日に見積もりの結果を出してまいりまして、まあ、その後、鑑定評価によって、価格の手続きに入あの売却の手続きに入ってまいりますけれども、この見積もりは、その土地の、まあ、いわば価値といいますか、それを、どういうふうに 見るかということで、見積もりを行っているということでございます。山田君、時間がまいりましたので終わりますけれども、私は改めてですね、当然大阪航空局や国土交通省も財務省と同じく職員の手控え、個人のパソコンの端末なども含め洗いざらい調査して国会に提出する必要があると考えます。委員長、一つ理事会でそのことをお諮りいただきたいと思います。理事会で協議いたします。委員長、時間がまいりましたので以上で私の質問を終わります。